のですね、ビンラディンの顔が入っている資料がございます。で、これはですね、昨日、このホームページから出したものであります。で、これはどういうものかというと、10名ほどですね、FBI が、いわば、最重要手配、いわばお尋ね者といいますか、というリストを FBI のホームページに書いているものでございます。で、ここにですね、まあ、オサマ・ビン・ラディンと書いてありまして、これ、莫大な懸賞金がかかっております。で、その莫大な懸賞金がかかっているオサマ・ビン・ラディンが、なぜこの、いわば最重要手配者になっているかという理由が、一番下の方に書いてございます。コーションというところですね。で、これを読んでみますと、要するにオサマ・ビン・ラディンは、1988年7月のタンザニアのダルエスサラームと、ケニアのナイロビにおける米国大使館爆破事件のみが書かれているわけです。従いまして、この 9.11 事件への言及がないんです。それからですね、一昨年の6月5日ですけれども、この、なぜ、このホームページに 9.11 に関する言及がないかということについて問い合わせをした人がいるんですが、それに対して FBI の調査広報責任者のレックス・トム、TOMB という方ですけれども、一昨年の6月5日に FBI のホームページに掲載された最重要手配者の項目でなぜビンラディンに関して 9.11 が言及されないかについては答えとしてですね、FBI がビンラディンと 9.11 を結びつける各国とした証拠を有していないためであると。で、ビンラディンは 9.11 に関連して正式に権限を受けていないと。いうふうに発言しておりますが、この点について、これは小村大臣でしょうか、この事実を承知しておられますでしょうか。木村外務副大臣。FBI のホームページに掲載された最重要指名手配者としてのビンラディンの容疑について、9.11 同時多発テロ事件への言及がないことは承知をいたしております。